富士丸。株式会社富士丸は、北海道帯広市にある日本の百貨店である、全日本デパートメントストアーズ開発機構の加盟店、地元都勝地区では、富士丸さんと呼ばれて親しまれている。富山県の養蚕農家出身の初代、藤本長像が1897年、明治30年に、五福太物類や日清の行商で、下帯広村、 玄帯広市を訪れ、船の転覆で、全財産を失ったものの、その活況ぶりに注目して、移住を決意し、同年11月に、下帯広村、玄帯広市大通六の釈屋に、五福太物類を扱う店を開いたのが始まりである。翌年1901年、明治34年には、木造平屋建ての自前の店舗を開いたが、1902年、 明治35年に知人に貸した1000円が貸し倒れになって仕入れ資金にもことを書くようになったため、再び故郷の富山で資金を集め、1900年、明治33年8月に北越五福を設立し、11月には店員を雇って営業を再開させた。東京や大阪から古着や小毛布などを仕入れて販売し、1 9十五年、大正四年には、 故郷の富山から河原を取り寄せて、大通号の店を土蔵造り二階建ての道内有数の規模に改築できるまで成功した。1919年、大正8年2月に、当時の繁華街から外れた裁判所跡地だった原店舗の土地を高額で購入して周囲を驚かせ、1930年、昭和5年にはその土地に、十勝発のエレベーターを備えた。 木造一部鉄筋コンクリート四階建て約2640メートルの店舗を建設して、百貨店を開業し、人口わずか2.8万人の帯広町で、昭和初期の不況のさなかという悪条件にもかかわらず、五福店から百貨店経営に説明的道に乗せることに成功した。この初代店舗は一階雑貨と食料品の売り場に、手荷物預かり所とトイレ、二階には、 五福類の売り場と休憩所。三階には、洋服と和洋小物類の売り場と大食堂。四階には、貴金属、家具類売り場と理髪美容室のほかに、大ホールという店舗構成であった。第二次世界大戦の終戦後の食糧難の時代には、日用品交換所を開設して、衣料品と貴重な砂糖などを交換する人たちで賑わった。初代、 藤本長蔵の死を受けて、二代目藤本長蔵を襲名した。孫晋は1949年、昭和24年に社長に就任すると、翌年1950年、昭和25年に、現在の社名である株式会社藤丸に改称し、1961年、昭和36年に、西二条南九丁目に新館を建設して移転させて拡張し、 1965年、昭和40年には、売り場面積5126メートルで、売上高13.8億円を上げて、人口の多いおたるの丸いまいや大国や、旭川の丸がち松村などを上回るほどまでに、成長させた。三代目の社長となった、藤本義雄は、百貨店を創業した跡地を中心とする、市街地再開発事業に参画して1982年、 昭和57年に藤丸ビルを作って、うつつの店舗を完成させて、規模拡大を図り、四代目社長の藤本長長が、引き継いだ後の1997年、平成9年には、年賞143.83億円を上げるまでに、成長させたが、バブル崩壊後の不況や郊外型の大型店などとの、 合わせに伴う、中心市街地の空洞化で年々売り上げは減少し、2000年、平成12年には、年少121.38億円、2009年、平成21年には、年少約79億円、2010年、平成22年には、年少約77億円と落ち込んでピクから半減してしまっているが、3年間の再生計画を実行中の2007年、 平成19年と2008年、平成20年には、連続して、黒字を形状するなど、経営努力を重ねている。店舗周辺の商店街と連携して、夏に歩行者天国を開いたり、トカチブランド商品の発掘を行うなど従来からの、トカチ地方での地域密着の営業戦略に加え、オホーツク物産店の開催など、同等一円の物産の助を目指している。 2006年、平成18年8月に、丸いい米釧路店が閉店したため買い物客が増えつつあった釧路市周辺の顧客を取り込もうと、専務、山田昭夫の発案で2008年、平成20年3月1日に初めて釧路から、店舗が送迎する当時全国的にも珍しかった、買い物ツアーバスという長距離の送迎バスを運行したところ、100人の予定を大幅に上回るほど、 申し込みが殺到し、急遽バスを10台に増やして350人を送迎したの始まりである。その成功を受けて、2007年、平成19年10月に北見東急百貨店が、閉店した北見市や、網走市、中標津町にも拡大し、丸い今屋北見東急百貨店の閉店後、同等では、唯一の百貨店として全域から集客するのに、成功している。 この買い物ツアーバスの大成功がきっかけとなり、大丸札幌店や西武百貨店や旭川店も北見市からの同様の買い物ツアーバスを運行したり、逆に大丸が北見市で出張販売を行うなどのような百貨店が大した百貨店空白地の需要を狙う営業戦略に、道内各地の百貨店が取り組むようになっている。初代店舗の大ホールでは、絵画店、写真店、 池花店、書道店、喫茶店、盆栽店などの各種の文化祭事が行われており、帯広地区の文化に大きな影響を与えたとされている。1982年、昭和57年3月の3代目店舗の開業と共に7階に設置された展示空間で、1985年、昭和60年に開催されて、北海道立帯広美術館の誘致活動の 一般にもなった、ミレーとバルビゾンの森の家たち店等の美術展のほか、上村直樹冒険の奇跡展や、帯広小学校90周年回顧展等の博物館的なものを含めて、多数の展覧会が開催された。美術館、博物館代わりの展覧会の他にも、クリスマスイベントや人気キャラクターのコレクションを集めた、フェスティバル等の手作りイベント、地元の趣味のサークルによる、 発表の場等として理された。こうした活動が評価され、1999年、平成11年度の北海道地域文化、戦勝特別賞企業市民文化賞を2000年、平成12年1月に受賞している。2006年、平成18年10月1日に八会に、帯広市,市民活動交流センターが開設されたことに伴い、八会にあった。 祭事場が閉鎖され、カルチャーホールが物販関連の祭事場と併用されることになったため、利用制限を受けた地元の文化団体が代替施設となる市民ギャラリーの設置を求めた。1945年昭和20年12月15日、帯広で発行された文芸誌、桃源の創刊前にウィンドウに原稿募集、 総関地下市トップスターを掲げるなど当初から支援を行い、その後店舗2階に発行元の陶芸社に事務所を構えさせた。この陶芸社は、陶芸のほかタブロイド版の文芸新聞、陶芸、陶芸文庫の解説など、文芸関連のみならず、音楽会や美術展などの開催から演劇研究会など幅広い文化活動を展開した。 桃源を開大する形で1947年、昭和22年6月と10月の2号を発行した、北海文学社の北海文学では、後に、当社の社長となった、藤本義雄が、発行人を務めていた。3代目店舗への移転に際して、北海道拓殖銀行が3代目店舗の建設地に、保有していた土地と交換する形で2代目店舗跡の、 ビルを取得して、帯広支店となり、同行の経営破綻に伴って1998年、平成10年11月からは、帯広北洋ビルとして、北洋銀行帯広中央支店として利用されていた。しかし、老朽化が進んだため、北洋銀行帯広中央支店が2011年、平成23年5月に、帯広駅北側のオフィスビルに移転し、 同年9月15日から解体が始められることになった。解体後の跡地は、地元の医療法人社団博愛会に売却され、診療所と介護施設、高齢者向け住宅、エステなどを組み合わせたビルの建設が計画されている。国道38号沿いの幕別調査外、共栄町164に、太平洋建設工業帯広工場とその周辺、 約5万8000メートルの敷地に当社の運営する百貨店と関連会社富士友の運営する食品スーパーや専門店などの入る2階建て店面積約1万8500メートルの本館と平屋建て店舗面積約3300メートルの別棟に約1600台収容の駐車場を併設するショッピングセンターを開設する計画を立てていたが 用地買収が困難となり断念した。その後、第二札内橋の幕別側の清和地区の農地約15万メートルの敷地に進出する計画が浮上したが、2000年、平成12年7月に出店を断念した。1962年、昭和37年に当社初代店舗建物を活用して、 食品スーパーを開店したのが始まりで、帯広市西十八条南四丁目の西十八条店や、音吹町、木の台通西十七二千九百九十四年、平成六年三月に開店した、スーパーアンター王家を運営していた。地元十勝の人に、藤丸さんと呼ばれて親しまれてきた伝統を背景に、若い頃に勤務していた王子が作詞した曲、 藤丸で会いましょうを主婦ら約100人が2010年、平成22年3月に合唱したほか、2007年、平成19年には、藤丸ファンの市民グループが結成されて、ボランティアでカタログ送付などを手伝い始めるなど熱心な一般市民のファンによる支援活動が行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。